ヒューアデルはアイルランド出身の来日宣教師である。1840年アイルランド長老教会の牧師、ヒューアデルの子としてアイルランドに生まれた。1859年の大覚醒の影響で宣教師への献身を決意した。1862年に北アイルランドのクイーンズ大学に入学した。その後、ベルファストの長老墓見学校のあっせんぶり。 プレスビテリアンコレジを卒業して、1868年にバリメーナ長老会から説教資格を取得した。アイルランド長老協会海外伝道局が中国伝道の宣教師に招聘したので、同教開発の中国宣教師として、JM ハンターと一緒に、1869年2月にサザンプトン港から船出した。中国東北部の牛藻に赴任したが、喉の病気になり、 1871年に帰国した。1872年からは、スペインコルドバ伝道に従事する。1874年、スコットランド一長老協会の日本宣教師へ応募して承認される。1874年6月10日に、ワデル夫妻は横浜に上陸し、ロバート・デイビッド・スンやヘンリー・ホールズが居住していた築地居留地18番に住んだ。 クリストファー・カロザースが経営していた築地大学校の教師になった。1876年に吹き出町に私塾、ワデル塾を開設した。その学校へは後に北海道とか近い宅において重要な役割を果たした渡辺勝、る、与田勤さん、鈴木重太郎らが学んだ。1878年にワデル塾は教会は教会に発展し、 西久保教会になった。1879年3月29日には、東京武器手帳協会になり、日本キリスト一致協会に加入した。その後は出るは、ヨガの故郷伊豆の松崎地方や上州立林に、説教所を設けた。1883年の第一回全国キリスト教信徒大神牧会で、第2日目に、神の聖を及び、 最一と題しては出るが説教をした。1884年には一時的にアイルランドに帰国した。2年後の1886年に再来日した。1893年の田村直進の日本の花嫁事件では追放された田村に同情していて、日本キリスト教会の決定に対して JH バラや GH フルベッキと共に大反対した。 1900年、スコットランドイッチ長老協会が日本選挙を中止し、ワデルア・アイルランドに帰国する。1901年6月20日、ワデルア・アイルランドでインフルエンザで死去する。長老、改革協会来日選挙指示点新教出版社、2003年。ありがとうございます。